こんばんは。12月17日火曜日夕方のいばきら TV ステーションです。今回もよろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、はい。はい。お昼に続き、はい、花ちゃん2回目ですけど、そうですね、はい。いきなりどうですか？楽しいです。すっごい目が怖いです。息ずっくりだからって怖いですみたいな。怖いでした。楽しいです。なんか舐めんなよの練習が、はい、入ってるんじゃないかな、はい、大丈夫大丈夫大丈夫です大丈夫、はい、キャラそんな感じになってるの。大丈夫今大丈夫ですよ。楽しいですみたいな感じになってるの。はい、はい、まあね、そんな楽しくいこうと思うわけですけども、はい、再三告知おりますが、はい、もう明後日ですよ。やばくないですか。明後日ですよ。ドキンドキンですね。はい、こちら、はい、12月の19日木曜日、はい、お昼の13時からでございます。イオンモール水戸内原、はい、1階のメインコートにて、はい、バケル TV ステーションの公開収録を行いたいと思います。お願いします。いっぱいの人が来てくれるといいですね。そうですよね。やっぱりみんなで作るっていう雰囲気がね、うん、そうですね、大事ですもんね。ただね、ちょっとやっぱりドキドキはしますよね。しますよ、やっぱり初めてですね。いやかなみたいな感じになってたら、完全にもう俺は花ちゃんのせいにしようと思う。なるほどね。やっぱり私のせい、俺たちだったらいけたもん。花ちゃんのせいにしようと思っておりますけれども、まあさんまね、たくさん来ていただきたいがために、はい、そして皆さんと、ね、一緒に楽しみたいがゆえに、はい、こんなゲストもご用意させていただきました。まさあガールズ&パンツさんの豪華声優陣お二人、はい、もうあれですよ、あのツイッターとかで、ね、告知した時に、はい、尾崎さんと中上さんが、はい、あのなんかリツイートとかしてくれてますよね。あの、ね、うん、尾崎さんが、はい、リツイートしてくれて、うん、あ、ま、楽しみです行きますってツイートしてくれてたで、俺最初それを発見した時に、うん、尾崎さんって分からなかったの。どうだったんだ。だから岩木屋のアカウントで、はい、あの友達100人連れてきてくださいねみたいな。マジですか。本人に多分キョトーンだったんだけど。そう、そしたらでもそれ乗ってくれて、楽しみに行きますみたいなことをやってくれてましたし、はい、中上さんもね、はい、こちらメロンパンいっぱい用意しまっとくんで、はい、って言ったらお気になさらずみたいなことを書いてあったので、メロンパン、はい、ね、メロンパン好きなんですよね。そう、メロンパン好きなんです。私もメロンパン大好きです。あら、はい、どんなメロンパンって何、はい、俺実はメロンパンそこまでじゃないんだけど。そうなんですか。メロンパン評論家として、うん、私あのクリームが入ってないのが好きなんですけど、外側のあのサクサクとふっくらしたパンが最高ですよ。あ、なんかね、でもね、うちのプロデューサーも言ってましたよ、なんかあの中にクリームが入ってない、はい、そのコンビニとかで売ってある、はい、メロンパンをトーストで焼いたらすっごい美味しいんですよ。ですか、はい、でそしたらなんかドヤ顔でうちのプロデューサーが、うん、だってパンだもん。香りもいいんですよ。それに対してちょっとイラッとして、またメロンパンのことちょっと若干嫌いになった。これクリーム入ってるやつを焼いちゃダメなんでしょ。なんかちょっとイラッとした今日の午後だったんですけど、はい、まあ、そんなお二人が来ていただけるので、はい、ぜひお楽しみに。そして皆さんまだまだ募集しております、はい、間に合いますよね。間に合います、はい、こちらの企画ドン、お二人と生電話でございます。生電話です、まあ、そのためにはですね、はい、こちらドン、いばきらの、こちらですね、ステーションアットマークいばきら .tv、ステーションアットマークいばきら .tv にですね、年齢、住所、氏名、電話番号をと番組へのご感想を明記の上、はい、どしどしご応募ください。はい、まだ枠残っております。本当ですか、はい、でもいっぱい来てるんですよね。いっぱい来てます、うん、ただ今回その企画としてちょっと多めに設定してあるのが、普通のゲストだけで、あのゲストとの生電話トークだけではなく、電話を使ってゲストを助けちゃおうみたいな、なんかそういうなんかそのいろんなね、逆に普通だったら生電話をすると、ゲストさんへ例えばね、中上さんこうですかって、大洗町の魅力って何ですかとか、なんかガルパンってのやっててどうですかみたいな質問があるじゃないですか、はい、逆パティも考えております。中上さんとか尾崎さんから視聴者の皆さんへ
質問させてくださいみたいな企画も考えておりますので。本当ですか。逆にもう盛り上がりそうですね。そういうのもありますので、はい、皆さんぜひ電話であのお二人を助けてあげてください、はい、そういう企画がございますのでぜひ、はい、ぜひ、ね、これすごい一歩やりたくなった人がいますよ。生まれるといいですからね、はいはい、ぜひご応募ください、はい、よろしくお願いします。お待ちしてます。さあそして当日は、その、まあ綺麗どころだけじゃありません、はい、面白い人たちも呼んでおります、はい、来てくれてますね、はい、こちら、はい、ラバーガールさん。いやー楽しみですね。楽しみですね。普通こうお笑いのね、お二人なんですけど、はい、こうどうもーイエーって感じじゃなく、ね、もうなんかローテーションだけど続いていくっていう、はい、もうなんかオリジナリティ溢れてるんですよね。すごい本当に実力もあるし、はい、面白いお二人が来てくれますので、はい、楽しみですね、はい、どんなコラボレーションができるのかっていう、はい、ね、ところが楽しみなので、はい、ぜひ、会場へ足を運んでください。はい、はい、会場の情報こちらですね。もう一度出しておきます、はい、今週の木曜日です。明後日です。明後日ですよ。明後日13時スタートになりますので、はい、イオンモール水戸内原さんの1階のメインコートです。皆さんぜひ足を運んでください。お集まりください。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ今日も元気よくいきましょうか。どうぞ、はい、楽しくいってみて。続いては茨城新聞ニュースです。はなちゃん。はい、茨城新聞ニュースです。最初のニュースはこちら。水戸現代美術館で企画展聖なるものへひそやかな祝祭が開かれています。この企画展では祈り、尊さ、救いなど宗教的な意味に限らない聖なるものへと向かう心が感じられる作品を集めています。船越桂さんや有本敏夫さんら現代作家から山下凛、横山大観まで日本画、油彩、彫刻など34人の77点が並んでいます。展示は参照構成で、まず前段の序章で普段は教会で宗教画として飾られている山下凛の聖女像など宗教的なテーマの近代美術作品を紹介しています。その後第1章では自然の輝きを表現し、第2章では作家自身の苦悩や痛みの中から生まれた表現を紹介しています。第3章では生物画や非現実的な造形作品などに作家自身を投影した作品をそれぞれ展示しています。超越的な雰囲気を持つ船越桂さんの戦争を見るスフィンクスや、普遍的な存在感のある有本敏夫さんの送る夜などが見どころです。現代においても私たちにとっての聖なるものっていうのはちょっと宗教とは違ったものになってきていると思うんですね、まあ、例えばそれは辛い時に救いを求めるものであったり、すごくこう自然のある瞬間に輝きを感じる時であったり、ちょっと不思議な神秘的なものを見た時に感じるものであったり、そういうものに向かう気持ちっていうのが聖なるものへということで展覧会構成しています。続いてのニュースはこちら。年末年始の特別警戒の一環として船舶の事故防止や安全運航を促そうと、茨城海上保安部の安全点検が16日大洗町の茨城港大洗港区に着岸中のフェリーサンフラワー知床内で行われました。船内安全総点検を行う。年末年始を迎え、特に旅客貨物の移動が大幅に見込まれるカーフェリー知床に対する船内安全点検並びに安全指導を実施する。国民の安全安心の確保に努めていただきたい。以上、安全点検かかれ。安全点検かかれ。
検査は茨城海上保安部の加瀬隆太郎部長ら職員15人が船内に乗り込み、法定書類の確認ほか、機関室や客室などの消防設備、救命設備などの点検を行いました。さらに客室の救命胴衣の設置状況を確認したほか、デッキで救助艇の点検も行いました。場所と案内所前にもあります。はい、大勢の方が、船内に乗られるということですので、皆さんの安全のために、救命設備が整っているかどうかを確認した、点検したわけです。点検しました結果、異常はありませんでした。安心して、皆さんがご利用いただけると存じます。最後のニュースはこちらです。牛久市の牛久小児童クラブで16日、クリスマス会があり、牛久第三中学校の吹奏楽部がクリスマスメドレーなどを演奏しました。児童たちが進学する牛久第三中の生徒と交流を深めようと企画されました。児童クラブの活動に中学生が携わるのは初めてということです。吹奏楽部の部員23人が児童およそ80人を前に5曲を演奏しました。ディズニーの美女と野獣の挿入歌や星に願いをなどを披露しました。サクソフォンなどの軽やかな音色に子どもたちは手拍子してリズムに乗り、アンコールが起こりました。やっぱりなんか小学校の体験と違って音がすごいいっぱい種類があって、すごいっていうのは一気にウェーブにバーンってきて、すごく驚きました。楽しんで聴いてもらえればいいなと思いました。ジロクラブに入ってた人生が多かったので、それで感謝の気持ちを含めて、今日は演奏しました。それではね、皆さんに素晴らしいプレゼントを持ってきました。ゲームは以上、本日の茨城新聞ニュースは、水戸、大洗、牛久から3本のニュースをお届けしました。皆さん、こんにちは。鳥取県の PR キャラバン隊です。鳥取県では今、山陽沖で採れる美味しい松葉ガニが旬を迎えています。鳥取へのご旅行はこの冬がおすすめです。そんな鳥取県はこの12月20日から茨城空港と鳥取県の米子北郎空港を結ぶスカイマークが就航することになりました。片道1万円を切る運賃も魅力です。そして鳥取県には美味しいカニだけではなくて、海家温泉や三朝温泉など
個性豊かな温泉がたくさんあります。皆さんぜひ魅力たっぷりの鳥取県へお越しください。お待ちしています。言えたね。はい。ちょっと緊張してたんだよね、はい、初めてでね。はい、はい、なんとか言えました。はい、はい、続いては。はい、続いては茨城新聞ピックアップです。ジュジュさん。はい、新聞ピックアップをお届けします。最初の話題はこちらです。常総線で子どもたちが列車の窓に飾りを飾り付けたアートトレインが走ります。関東鉄道常総線の開業100周年を記念しながら、多様な活動を通して地域の活性化を目指す下妻市の下妻生活工場夢工場実行委員会は14日、常総市の常総線車両基地で列車の窓ガラスをカラーフィルムで飾るアートイベントを実施し、親子連れなど市民およそ60人が参加しました。アーティストの指導で銀河鉄道の夜などをイメージしてカラーフィルムを貼り、およそ2時間で完成。参加者からは面白かった、線路を走るのが楽しみとの感想が聞かれました。アートトレインは1月13日まで運行されます。続いての話題はこちらです。日立に光の道ができました。キャンドルの夢が浮かび上がらせたものです。子どもたちの将来の夢を記したキャンドル1300個が14日夜、 JR 日立駅前から近くの日立シビックセンター新都市広場まで沿道およそ300メートルに並べられ、夢をつないだ光の道が暗闇の中に淡く浮かび上がり、幻想的な世界を演出しました。キャンドルに夢を託してと題されたイベントで、今年で8回目を数え、日立市内の小学生1300人が事前にサッカー選手になりたい、目指せ AKB などと将来の夢を紙に書いて、ろうそくの入ったガラスコップに巻きつけたキャンドルを並べました。会場では幼稚園児がクリスマスソングを合唱し拍手を浴びていました。以上、新聞ピックアップをお届けしました。はい、ありがとうございました。なんかあれね、ニュースだったりだとか見ても、はい、最近やっぱクリスマス一色ですね。盛り上がってますよね。そうですね、ちょうどイブまで1週間ですからね。そうですよね。そうですよ。クリスマスのご予定は？クリスマスの予定特になしですかね。お母さんとお父さんと一緒にご飯を食べます。どういうキャラですか？どういうキャラですか？イラッとしたなんか今。イラッとした。ジュイさん、クリスマスのご予定は？クリスマスは仕事です。僕は人にね、一応夢を与える 星のね、お話なんかしてるので。あ、なるほど。そうなんですよ、人がロマンティックなモードに浸るときは仕事。あ、素敵ですね。なるほど、ね。まあ、なんかいたしかゆしな感じです。なるほど。中井さん、どうするんですか？僕ですか？はい、茨城のイブですか？茨城のイブ違いますよ。東京でロケやってます。残念。ついにね、茨城のクリスマスイブをね、楽しんでもらえるなと思ったのに、普通に、はい、普通にこのイバキラというか、その、あの、イバキラ TV の中で流れてるとあるもののロケをやっているわけです。でも楽しみですね。まあ、僕らは楽しみですよ。いやどんなものができるのか、とても楽しみにしてますので。あの、いやあの、いや、まあいいや。本当ですよ、本当ですよ。はい、でもね、そんなほら、前の努力が力作になって今アップされてるじゃないですか。そうですよ。あの、今回ねやるのもあれですからね、まあ、正直言うと、はい、あ、そのなめんなよコレクションってあるじゃないですか、はい、まあ、今回クリスマスをイメージして作ってみたんですよね、はい、そうですよね、はい、今回のなめんなよは、まあ、そのなめこれ、まあ、なめこれの話をしてなめこれに行くのもちょっとあれなので、ちょっと一個だけお話をしておくと、はい、なめんなよコレクションってあくまでもなめんなよ茨城県の、はい、あのキャッチフレーズの、はいはい、派生というか、はい、オムニバスじゃないですか、はいはい、これご報告があります。なめんなよの本体も、はい、あ、まあ、僕もがやってるんですけど、本体の CM のテープがもう動き始めました。おや、楽しみですね。だいぶ固まってまいりました。楽しみですね。今回ね、まあ、その皆さんに、はい、いろんな本当の意味でのなめんなよ、まあ、あの、要はなめんなよって誤解されやすいっちゃ誤解されやすいんですよね。なるほど、なるほど。わかります、はい、あの、聞いただけだったらなんかちょっと、ちょっと思いません？きつく感じたりする。なめんなよ茨城県、うん、そうだね、何知ってんだよっていうような喧嘩越しだね。うちはね、いいもんいっぱいあるんだよ、なめてんじゃないよ茨城をって思ってる方いっぱいいると思うんですよ。なるほど、はい、違うんですよね。実はちょっと違うんですよね、はい、っていうところをちょっと描きたいなと思って。なるほど。あの、
まあこれねご覧になっている茨城県の、はい、県民の皆さんも、はい、あくまでも誤解してほしくないんですけど、はい、なめんなよの本当の意味っていうのは、まあこれだけね僕らもインターネット情報、はい、テレビをやってたりとかするぐらい、うん、これだけ世の中に情報っていうものはすごくいっぱいありふれてるじゃないですか、はい、すごいですね、たくさんありますもんね、たくさんあるじゃないですか、はい、で、今回茨城県で、うん、その47位になってしまったじゃないですか、はい、メルトランキング、はい、47位になってしまった、時の、一番多いご意見というかアンケート結果というか、茨城県って何がすごいのかわからない、うん、どういうところがあるのかがわからないっていうのが1位だったんですよね、なるほど、うん、でっていうことはですよ、はい、これだけ情報が発達したこの世の中でですよ、はい、まだ知らない何かがそうかあるってことなんですよ、そうですね、そういうことなんですよ、わかります、わかるよ、ガラパゴス諸島に行くみたいな、そう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 、何があるかわからないっていうワクワク感が、そうですね、皆さんがまだ知らないワクワク感、うん、でまだ味わったことのない美味しいものだったりだとか、まだ皆さんがこれだけの情報の世の中でまだ皆さんが知り得ない情報が茨城県にはあるってことなんです、あるです、なるほど、そうですね、あの何々が嫌とか何々があるから嫌いとかで最下位になったわけじゃなかったんです、そうですね、わからない、わからないなら知ればいいんですよね、このご時世にわからないですよ、っていうのは一つの魅力ですよ、だってそうです、ね、あのゲームもそうじゃないですか、小説だってそうじゃないですか、ですよ、ね、正直、小説のタイトルをインターネットで打てば、はい、結末が分かってしまうんですよ、世の中ね、ですよね、はい、だから調べても、うん、あれ分からないなっていうようなことが、はい、まだ眠ってるというのは魅力ですから、魅力ですね、そこら辺をねこう皆さんに伝えるべくなめんなよの本体も本体は楽しみですね、動いていきたいなと思っておりますので、はい、それもぜひお楽しみに、お楽しみに、はいはい、まずはこちらをご覧ください、はい、どうぞ、続いてはいばきら TV スクーピーレポートです、はい、次なんか手作りであるものをあるものに変えてしまおうみたいな企画を今回レポートしてくれてるみたいな、はい、そのようです、はい、楽しみに見てみましょう、行きましょう、どうぞ、どうぞ、私は今那珂市にありますひょうたんランプの作家さんのお家にお邪魔しています。今私の後ろにはそのひょうたんランプがありまして、とっても優しい光があふれ出ているんですね。
ひょうたんの表面をお花の形やそれから幾何学模様にくり抜きまして、中からこの光をこう漏らすというか明かりを灯すんですね。そうするとあのひょうたんの中から優しい明かりが光がこうふわっと漏れ出してきて、あのそれだけでもすごく綺麗なんですが、その漏れ出した明かりが作るその模様がですね、床だったりとか壁にこう反射していて、あの丸くくり抜いただけの模様がですね、こうハート型になってこう地面にはこう影を作っていたりとか、とっても幻想的なんです。このひょうたんランプについて作家の中山幸さんにお話を伺っていきます。中山さん、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ早速お伺いしていくんですが、今本当に私の後ろにですね、このひょうたんランプがありまして、高さそうですね30センチぐらいのものから50センチぐらいのものまでありますが、この模様がですね、もう直径1ミリぐらいの小さな穴がこういっぱい開いていて、細かい作業なんじゃないですか。はい、細かいですね。うん、これはあの図案っていうのはどうやって考えるんですか。日頃からあのいろいろな、テレビとかその辺に歩いてる時に、広告とか見た時に、あ、こんな図案素敵だなと思って頭に描いて、忘れないうちにこう描くようにしております。はい、この今こう見ているとこのひょうたんっていうのは中が空洞になっていて、中にそのランプというか明かりが入っていて、そこからこう光が漏れてくるという形になっているんですが、このひょうたんはこういう状態で自然に出来上がってくるわけではないですよね。はい、畑で栽培した後中をくり抜いて、その前に水をつけて中を腐らせ、そして、中を取り除き皮を剥いて乾燥させます。はい、はい、そしてまずそのこう何のまだ細工も施していないこう綺麗なこうひょうたんになるわけなんですが、そこからまずはこう絵を描いていくんですか。そうですね、乾燥させて綺麗になったところに鉛筆で図案を描いていきます。はい、図案を描いたら今度はその形にあの多分この穴を開けていくのかなと思うんですが、ひょうたんは硬くないんでしょうか。収穫時期にもよりますけども、硬いのも中にはあります。でも思ったほど硬くもなく、ドリルとカッターを使ってあの掘っていきます。はい、そしてこうひょうたんを見ているとですね、そのつるんとしていてこの傷一つないというかこうシミ一つないんですね。これはあのどんなひょうたんでもこういう状態でできてくるんですか。いや、そうじゃなくあの夏にはやはり害虫もおりますし、それから植物ですので病気もなりますんで、シミとかもできる時があるので、主人に消毒をしていただいて、なるだけ綺麗なひょうたんができるようにあの頑張っていただいております。はあ、じゃあもうその栽培の段階からこのひょうたんランプ作りは始まってるんですね。そうですね。今のご主人のお話が出てきましたが、このひょうたん栽培されているのは中山さんの旦那様なんですね。はい、そうです。あの家庭菜園が、まあ、好きというか趣味で、その傍らにあの一緒に栽培をしていただいております。はい、中山さんがそのひょうたん作りを始めたきっかけっていうのは何だったんでしょうか。はい、以前にあの絵手紙展示会を見に行った時に、そこにオブジェとして飾られていたひょうたん細工を見て、あ、感動しました。私もそんなのが作ってみたいなと思ったのがきっかけです。あ、それからこういうひょうたんランプ作りを始められたんですね。でその時もその旦那さんにこうじゃあひょうたん作ってって言ったらこう旦那さんが作ってくださった形で。そうですね、協力していただいております。はい、じゃあもう共同制作みたいな感じですよね。はい、そうです。はい、で今まあお昼ということでね、あのこういう明かりの状態でその床やそれから壁に映っている模様というのはそこまで見えないんですが、こう夜になるとまたこのひょうたんランプの表情というのはガラッと変わるんですよね。はい、意外性のあの模様が浮き出てくるので、それはそれであの感動しますね。あ、はい、意外性のある模様ですか。はい、意外性ですね。こんな模様ができるんだと思って、それは楽しみです。はい、それはじゃあこのランプを作っている過程で想像してなかったような模様も出てくることがあるんでしょうかね。そうです、ありますね。自分で感動します。はい、じゃあやっぱりこのひょうたんランプ作りしていて一番こう楽しいなって思う瞬間はこの出来上がって明かりを灯す瞬間ですかね。はい、そうですね、明かりをつける瞬間がやはり一番の楽しみでもあるし、喜びでもあります。
はい。さあ、このとても美しい氷炭ランプなんですが、今年に入って展示会もされたんですよね。はい、今年は11月の初旬に中ハイジングで、展示会を催しました。来年もまた展示会ができたらと思って頑張っておりますので、皆さんぜひ足を運んでください。はい、じゃあまたこのラジオを聞いてくださっている皆さんの目に触れる機会もこれから作っていただけるような感じになりそうですかね。はい、よろしくお願いいたします。はい、では今もいろんな形のひょうたんランプを作られていて、フクロウの、ね、形のものがあったりとか、こう中にはただくり抜いているだけではなくって、色とりどりの赤や青緑などのこのガラスを埋め込んでまたこう新しい光をこう生み出すひょうたんランプがあったりしますが、今後作ってみたいなと思うひょうたんランプ何かありますか？そうですね、やはり絵があまり得意じゃないんですけども、その浮世絵とか色を描いてランプにできたらいいなと思ってるんですけど、はい、これからも努力しなきゃいけないなと思っております。浮世絵の両端ランプはなかなかなさそうですよね。そうですね、はい、ドリルとカッターをうまくこう使い分けて、はい、そういうものができたらいいなと今苦心しております。あ、私もちょっと浮世絵のひょうたんランプ見てみたいので、ぜひこれからもですね素敵なひょうたんランプ作り続けてください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ということで、この時間は那珂市にありますひょうたんランプの作家さんのお宅からひょうたんランプの魅力についてお話を伺いました。はい、ありがとうございます。はい、なんかね、ひょうたんを作るところから始まってる。本当ですよね。なんか物を作ったりだとか、そのなんか発想も含めて、いろいろそれ楽しむってことはやっぱり大事ですよね。ですね。なんか趣味みたいなのないの？ゲームです。作る、まあ、でも今どきのゲームは作るっていう部分はあるでしょ。そうですよ、いろいろ材料を用意して作るじゃないですか。武器とかモンスターハンター全体の話でしょ。はい、なるほどね。はい、どんなゲームをするの？私はルーンファクトリーが好きなので、ルーンファクトリーが、はい、RPG 系、RPG 系がすごい好きで、結構やり込むタイプ。はい、寝る間惜しいでやり込んでます。そうなんだ。はい。何その何こう攻略本をちゃんと買って、はい、もう買います買います。レベルもマックスまで上げて、上げて戦いばっかりやってて、住民と絡まなくなったりとかしてますけどね。ちょっと本体のストーリーから脱線していく、はい、脱線していく、サブストーリーだったりだとかね、はい、レアアイテムとかをね、はい、集めようと思うとどうしても最近のゲームってね、出来上がってるからね。昔のゲームは、うん、その攻略するまでの道のりが長かっただけなんですけど、うん、サイドストーリーが最近のゲームめっちゃ多いんですよ。そうなんですよ。しかもそこ行かないとダメなんだ。いや、まあ行かなくてもいいんですけど、うん、こう自己満ですよね、うん、そこが楽しいんだ。はい、なんだろう、うん、最後のボスってやっぱり強いじゃないですか、はいはい、最後のボスってすごい強いから、一生懸命こう時間をかけて戦ってよし倒したっていう達成感を味わった後、はい、そのサイドストーリーを極めるもの、極めてあれだけ強かったボス一撃で倒したけど何かっていうのが楽しいわけで、何の話をそんな、なるほど、何の話をそんなじゃ今、はい、はい、っていうところで、でもすごいね、キラキラ輝いてた。びっくりした。キラキラ輝きましたね。すいません、大好きなんで。本当に。はい、じゃあなんか今度ゲームの企画でもやろうか。やりましょう。やりましょう。はい、ぜひやりましょう。すごいな。ということで話を戻しまして、はい。はい。続きましては。さあ続きましては。はい、前ものもの。前ものものです。はい。先週ねちょっと実食させていただきましたから、すごい美味しいもの。羨ましい。はい。俺の知らないところで。やっちゃいましたよ、大沢さんと二人で。給料覚えてるよ。はい、ダッシュアラ大福です。はい、どうぞ。今週のプレゼントはこちら、新妻製菓のシューワラ大福です。新妻製菓は和菓子販売専門店としてオープンして以来、さまざまな和菓子を作っています。現在はロールケーキやクッキーなどの洋菓子も販売しており、和菓子と洋菓子をコラボレーションしたお菓子も販売しています。シューワラ大福は
一見すると普通のシュークリームのように見えますが、割ってみるとシュークリームの中に生クリーム入りの大福が入っている驚きがあります。今回は新妻製菓からシューワラ大福を3名様にプレゼントします。応募期間は12月23日までとなります。応募は茨城食と農のポータルサイトから。たくさんの応募お待ちしております。またうまいもんどころ茨城食と農のポータルサイトでは、茨城の旬の食材や県内の直売所情報、おいしい料理のレシピなど、茨城で作られた農林水産物についての情報をたっぷりご紹介していますので、皆様ぜひご覧ください。おいしそう。あれを食べたと、まあ、そうですよ、当ててみてください。はい、23日まで皆さん3名様までなんでね、はい、ぜひ。なんかあれでしょ、中にカスタードがあって中に大福ですよ、ね、それだけ聞くとね、なんかちょっと微妙かもしれないけれども、今度かじってみたらそれ調和してる、すべて。びっくりしました。はい、ということでね、クリスマスにぴったりかな。本当に嫌だ。はい、皆さん23日の3名様までなんで、はい、ぜひ続々とご応募ください。お願いします。はい、続きまして、はい、いばきらレポートです。はい、今回のレポートは、はい、エコノミクス甲子園という、はい、ちょっと聞き慣れない言葉だと思うんですけれども、高校生が経済とか金融の知識をクイズ形式で競う、うん、この全国大会があるんですね、はい、で、うん、その茨城県予選が開かれたということで、高校生クイズのその、はい、経済版みたいな。そうなんですよ、はい、それをね、県大会を取材してきた模様をこれからレポートしてもらうんですけども、なるほど、はい、なんかそのなんかどんな問題があるのかなみたいなのが、なんか若干ね、はい、ちょっと見えない部分がありますけど、はい、そのあたりもレポートの中で、あ、ありますね、はい、出てきますので、はい、じゃあぜひ、はい、まずはご覧いただきましょうか。はい、はい、どうぞ。つくば市竹園にある筑波銀行本部、そこに続々と集まってきた高校生たち。10階にある特設会場に入ってみると、高校生たちが真剣に勉強している様子。これは高校生たちの金融経済クイズの選手権、今年で8回目を迎えるエコノミクス甲子園、その全国大会の予選である茨城県大会が開催されました。参加者は茨城県内12校から37チーム、1チーム2名体制の総勢74名。筆記と早押しで高得点を獲得した上位6チームが決勝ラウンドに進出。そこで優勝した1チームだけが来年2月に行われる全国大会に出場できます。全国大会の頂点を目指し、ニューヨーク行きに向けて頑張りましょう。全国大会で優勝するとアメリカ、ニューヨーク研修旅行がプレゼントされることもあって、出場者はかなりの本気モード。出題される問題は単純な金融知識だけでなく、新聞やニュースをもとにした時事問題やお金に関するトリビアなど。例えば去年出題された問題では、収入の多い人には高い税率が課せられ、少ない人には低い税率が課せられる租税は、所得税といった生活に根ざした幅広いお金に関する知識が問われます。去年茨城県大会を優勝した竹園高校2年生の後藤君と木口君。もう余裕な感じです。まあ他のところにもよりますけど、今回も頑張って優勝を目指して頑張りたいと思います。あとは先生にもちょっといろいろと話を伺って勉強してます。決勝出るので、まず、まあ、1年生なんで決勝出ることを優先して、来年優勝してもらう、まずは決勝出たいと思います。頑張って。やっぱり学校の授業だけでなくて、そういう経済とか政治とか世の中のことに関心を持つことはとても教員として嬉しいです、はい。なぜこの大会が開催されることになったのでしょうか。
お金儲けのための知識ではなくて、どういった金融経済の仕組みがあるかと、金融知力、これをしっかりと持っていただいて、無限の可能性を持った高校生の皆さんに世の中に羽ばたいていただくために、そういったものをしっかりと役立てていただきたいと、これが願いですね、はい。エコノミクス甲子園第1ラウンド筆記クイズスタートです。始まりましたエコノミクス甲子園茨城大会第1ラウンドは筆記クイズ。はい、これ絶対俺が太鼓回す。これ木口の太鼓もね、はい、はい、いい感じに分配してるね。2人で相談しながら回答、お互いの知恵を出し合い協力し合って問題を解いていく。全50問30分間、参加者全員知恵を振り絞っていました。こちら。そして第2ラウンドは早押しクイズ。4チームないし3チームに分かれ、8問出題される中でいかにポイントを稼げるか競い合うクイズ形式です。近年急速に普及しつつある個人用の携帯コンピューターの機能を併せ持ち、アプリケーションなどは竹園エン正解。金融の知識だけではなく、相手チームより先に答えなければいけないため、駆け引きも重要になってきます。一問一答に一喜一憂する高校生たち。そして1ラウンドの筆記クイズ、2ラウンドの早押しクイズの集計結果の上位6チームが決勝ラウンドに進出。去年優勝した竹園高校のチームも残りました。決勝ラウンドはボードに記入し一斉に回答するクイズ形式。全10問を終えたところで一番得点の高かったチームが優勝。順位が目まぐるしく入れ替わる白熱した展開が続き、迎えた10問目。正解はデリバティブです。デリバティブ、優勝チームラリーレア、おめでとうございます。優勝したのは県立土浦一高のチームラニーニャ。男女混合ペアのこのチームが全国大会への切符を手にしました。昨年度優勝の竹園高校チームは惜しくも第4位で今年の大会を終えました。2回ほど、はい、止まってしまったところがあったので、そこですね、攻められなかった。最後ですか、来年さっきは、ね、出ないって言ってましたけど、どうですか、リベンジとかどうですか。そう、出れるかどうかわからないんで、なんとも言えないんですけど、まあできれば出たいですね。初出場だったので、まさか優勝できるとはと思ってました。でも本当、まあ、日頃からクイズは好きでやってたので、優勝できて本当に良かったです。全国大会がどういう風なのかわからないんですけど、全力を尽くして頑張っていきたいと思います。今でもまだ優勝したことがちょっと実感として湧いてこない部分はあるんですけど、勉強してきた成果が出てよかったなと思います。頑張るぞ。次世代の経済人たちが集まったエコノミクス甲子園、全国大会は来年2月に都内で開催される予定です。すごいですね、はい、専門知識であそこまでって。高校生たちってもうすごいじゃないですか。高校生クイズ見てもそうだし、僕らが知らないこといっぱい知ってるじゃないですか。知ってますよね。僕らじゃなく高校生が MC やった方がなんかそう、ここもね話がねすごいなんか広がりある話になるかなと思うぐらい。でもね、全国大会東京ということで、はい、ぜひ頑張っていただけたらなと思います、はい。さあ続いては、はい、テクテク茨城界隈散歩道です。はい、今日は真壁のですね、第4弾ということで、第4弾、はいはい、いつも、あ、じゃあ一回やってみる、あの噂のカメラ目線で自分なりにものすごい精一杯可愛い表情でワン VTR ワンワンってやる。
やってみようか、はい、やりますはい、じゃあそれでは花さん行ってみましょう、はい、VTR ワンワン。お気に入り、高さをよく聞かれるんですが、こだわりとかはあるんですか？そうですね、まあ、特にお酒用の酒米という基本的なものがあるんですが、はい、日本酒の味の膨らみが違う、うん、粒の大きい、うん、お酒のいい香りがします。今準備中です、はい。こちらが仕込み蔵ですね。仕込み用の発酵用になります。であちらの網戸の向こうが、貯蔵用の蔵になっております。はい、で普段は、こうね、締め切っております。でこうする少しでも低温で貯蔵しております。昔はもう一つ一つみんな木の桶を使ってたんですけど、はい、これはまあ今はね、なかなかこう黄色だったりガラスがしまして、非常に衛生的で作業もやりやすいものですから、ここに行ってます。まあこの桶ですとね、いろいろ洗ったりとかいろいろと大変なんで、はい、これですと、まあ、作業もちょっと合理化できますし、洗ったりする、昔はもう洗っては干し洗っては干しという、ですから広い場所が行ったんですけど、そういう作業が全部減りましたし、仕事も全部よりこういうお酒を作りやすい、そちらに集中しようということで、うん、なるほど。こういうこのタンクを、まあ、このこう仕込み中、まあ、ローテーションで一つずつこう手伝いでこう使ってやっております。初めて見ました、こういうところで。やっぱこの土蔵蔵だとね、土蔵の温度って近いし、夏もこんな温度が上がりますね。なるほど。今回もまた、それで新しく修復するのも、まあ、鉄板で直した酒蔵もあるんですけども、やっぱりこうね、瓦でやるのがやっぱ最高なんで、土蔵蔵としてまた生かしてやっております。じゃあ、またこちらに行きますか。あ、まだ見せていただけるんですね。私は普段お酒は飲まないんですけども、でもこういうお酒の香りとかはすごく好きですし、はい、お料理とかにも使ったりしますので、はい、また発酵中に来られますと、はい、また全然香りがね、爽やかな香りがしますので、はい、全然違いますから。お父さん、なんかお肌、はい、ツヤツヤですね。はい、お酒飲まれてるから、はい、やっぱり日本酒って、ね、こう一番こう、和食とあっさりした和食と合うもんですから。そうですね、和食がヘルシーですから、で和食が世界中でこう日本酒ってのは評価されて、日本酒ってすごいなってこう、ね、外国の方にもどんどんこう浸透してると思いますが、日本酒もそういうお酒と料理と一緒になってやっぱりヘルシーで、そして日本酒もこれから海外でもやっぱりどんどん注目されていくと思います。はい、では
この辺からちょっとご覧ください。昔はね、日本の人たちはね、こうね、まあ、西洋かぶれとかなんとかで日本の自分たちのものをね、大事にしない、しない面もあったんですけど、もう一つ、日本のいろいろ経済が発展したりして、日本人も自信をして、日本のものっていうね、これ日本の良さっていうのは皆さん日本人自身も気がついてきて、日本料理とか和食とかね、そういうのに皆さん気づき始まって、やっぱり日本料理って実はこう、多分こう一番世界で一番こうバラエティに富んでると思うんですよね。いろんな料理の仕方があったり。しかしその中でやっぱり日本人も一緒になって、美味しさっていうのはね、世界の人たちが知られてきてるようになったと思います。ここはまあ、麹室なんですよ。まあ、日本酒の、ね、作業の中で非常に精米と、やっぱりこの麹を作りと非常に大きな、重要な仕事になっています。中にはこの麹作りをね、ある程度こう少しでも簡略化して、省略しちゃうところもあるんですけども、まあ、全く全部省略するわけじゃないんですけども、はい、かなりこう手を抜いたりするとやっぱり麹は一番大事なんで、麹を手抜きしないで、やっとるこれだけのスペースを取って麹作りをやっております。はい、私このロープがすごく気になるんですけど、これはここにいろいろこう、はい、洗った布を干したりとか、こちらで最後ですか？まだ、いや、まあちょっとね、あるですね、ちょっと高さもありますけども、はい、今ちょっと準備中です。はい、なんかずっとこう続けてこられるその秘訣というか、お父さんが大切にしていることって何ですか？やっぱりあの日本酒っていうのはやっぱり美味しさ、はい、旨味とか甘みがあるっていうのは、はい、お酒だけじゃなくて日本の料理もそうだと思うんですよね、やっぱり旨味っていうのは、はい、昔から、ね、日本の和食には、甘い辛いとか酸味とか、それだけじゃなくて、旨味っていうのがあるっていうのは昔からこう言われてると思うんです、はい、やっぱり旨味は日本酒の特徴だと思うんです、美味しいっていうのが、やっぱり旨味をいかに、お米から引き出して、お酒にするかっていうのが一番大事だと思うんです。確かに他のアルコールによってもっとさっぱりしたね、はい、お酒があってそれを若い人たちが好んでる面もあるんですけども、やっぱり我々からすると旨味がないとちょっと物足りない。お酒、日本酒好きな人が日本酒になれるとやっぱり旨味がないと物足りないですね、やっぱり日本酒はやっぱり旨味、甘みとか旨味だと思います。辛みの中に何かや辛口でそこに旨味とか甘みを、いかにバランスよく、そこに、出すかということが大事だと思います。はい、やっぱり日本酒の旨味になれると、美味しい旨味とかやっぱり虜になると思うんですね。旨味なんですね。で、器銘柄として昔からこう思ってやったら、お米が良かったんで、お米の旨味を生かそうということで、お米って毎日食べても飽きない美味しさがありますよね。その飽きない美味しさを生かそうということで、ネーミングしたのが孔明当時ですから、正宗って名前が結構あったんで、孔明正宗っていう名前。もともとはお米の味を生かそうってことで、なるほど。なんかいろいろ見せていただいて、とても楽しかったです。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ね、個人であんまり飲まなくてもね、今あのお友達とかね。ございます。でもすごくいい香りでしたね、あのお部屋に入った瞬間。テクテク茨城界隈散歩道、村井酒造さん後編をお届けしました。続いては
茨城県からのお知らせです。ミュージアムパーク茨城県自然博物館では来年1月19日まで第59回企画展ジオトラベル in 茨城5億年の大地を巡る旅を開催しています。皆さんは茨城県に日本で最も古い地層があることをご存知ですか？日立市のお岩山では今からおよそ5億年前のカンブリア紀の地層が確認されています。また2011年12月に当時高校2年生が発見した古代像ステゴロフォドンをはじめ土浦市やつくば市で発見されたナウマン像、北茨城市で発見された古代ザメの昔オオホホジロザメなど貴重な化石も発見されています。この企画展ではこのように魅力あふれる茨城の大地について多くの化石や岩石、模型などを展示し分かりやすく紹介しています。詳しくはミュージアムパーク茨城県自然博物館、電話番号 0297-38-2000 までお問い合わせください。茨城県では茨城県職員の仕事に興味があり採用試験の受験を考えている大学生などを対象とした茨城県職員採用ガイダンスを平成26年1月23日木曜日に東京の都道府県会館で、1月29日水曜日に茨城県庁で開催します。ガイダンスでは県の概要や採用試験についての説明のほか、行政分野別のブース形式により各部門の担当者が仕事の内容や魅力、やりがいなどについて経験談を交えてお話しします。また個別相談コーナーを設けて参加者の皆さんからのご質問にもお答えします。ガイダンスのお申し込みは県人事委員会のホームページや E メールなどで先着順で受付中です。ぜひご参加ください。茨城県では未来の茨城を真剣に考える若者を待っています。詳しくは県人事委員会のホームページをご覧いただくか、電話番号029-301-5549県人事委員会事務局までお問い合わせください。以上、茨城県からのお知らせでした。続いてはドクター太田のワンポイントリハビリテーションです。本日はリハビリの訓練と専門家に関するお話をお伺いします。ドクター太田のワンポイントリハビリテーション第713回。リハビリの訓練は専門の方が近くにいないとできないものなのでしょうか？まあ、内容にもよりますけれども、はい、先週お話したような、うん、心臓のリハビリテーションの初期のリハビリテーションなんていうとやっぱり専門家がいないと少し無理がね、うん、無理って言いますか、副作用なんか起こしたら良くないですから、はい、だからそうじゃなくて少し慢性期っていうか、うん、まあ、リハビリテーションの領域では維持期と言ったり生活期と言ったりしますけどね、お家に帰ってからどうしようかといったような時期になってくると、これは必ずしもね専門家がいなくても教えてさえもらっておけばそれをやっていけばいいわけですからできないことはない。で特にね高齢者の場合はその訓練って言って専門家が横について訓練するというよりも日常のね、うん、生活そのものは体にとって、はい、とてもいいわけですよ。じっとして人に訓練の時だけやるよりも例えばトイレ歩いていけば歩く訓練になってるわけでね、うん、そういう生活のこう行動範囲を広げていくっていうことがリハビリにつながっていく、うん、まあ、したがって専門家もそういうふうに指導をした方がいい、はい、指導になっていくんですね。ただそういう側面もきちんと考えていけば必ずしも常時専門家が
横にいなければならないということではないと言えると思いますね。はい、ということで、まあもうこの話ばっかりなんですけど、まあでもでもしょうがないですよ、もらって僕らももうワクワク楽しみだし、もうそうですよ、寝ないで準備してますもんね。本当ですよ、あ、ごめんなさい、さっき寝てました。寝られる時にはね、ちょっとだけ寝て、はい、すみません、こちら、はい、今週の木曜日です。はい、19日木曜日、いわきら TV ステーション公開収録を行います。はい、まあ、いろんな企画をご用意しておりますので、はい、さあ、そしてゲストにはこちらのお二人、はい、はい、ガールズ&パンサーのメインキャストの中からお二人、はい、中上さんと尾崎さん来ていただきます。ガルパンは見た1話だけ。あらあらら、そうなんですよね、茨城県民よ、すいません。ついに、木曜版で見とくように。はい、はい、ガルパン見ました、ダイジェストで。今度ちゃんと見ますよ、ちゃんと木曜日までにチェックします。ね、あの大洗町で戦車が走るっていう、うん、それが本当にしかもね、実際の町をあんだけ再現してんだっていうのがすごいなと思って。そう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 、すごいですよ、はい、あの、まあ、茨城県の、ね、盛り上げるだけじゃなくて、はい、いろんな見方でできる本当に面白いアニメだと思うので、うん、ぜひ皆さんご覧になってください。はい、まあ、その、中からお二人、中上さんと尾崎さんがいらっしゃいます。はい、はい、そしてなんとこんな企画、お二人と生電話できるんですよね。できちゃうんです。しかも今日ね、明かされたけど、なんか普通にこう電話するんだなってイメージだったのが全然違いますよね。そう、うん、あれですよ、中上さんと尾崎さんに、まあ、ちょっと言っちゃおうかな、お クイズのコーナーがあるんです。クイズのコーナーで、はい、答えがわからないっていう時に、なるほど、お助け、なるほど、お助けのお電話を、おお、それは参加型ですね、もう本当に。ですよね、一緒に考えていただこうかな。すごい、楽しみですね。考えておりますので、はい、ぜひご応募くださいね。はい、はい、宛先はこちらです。こちらです。ステーションアットマークいばきら .tv まで。はい、ね、おな、氏名、年齢、住所、お電話番号と番組のご感想ですね。はい、多分あの出てるテロップとあの順序めちゃめちゃ長いです。大丈夫です。はい、書いてお送りください。はい、まだあの枠まだまだ募集しておりますので、ぜひとも、はい、ご応募ください。なお、いただいた個人情報はこちらの番組のこの企画にのみ、使用させていただきますので、安心してご応募ください。はい、お願いします。お願いします。もうなんかたくさん もっと来てほしいです。うん。うん、さっという中からね、選びたいっていう。選びたいので、あの、はい、あれ、ご本人と相談の上、決めたいなと思っております。ぜひ、参加していただける皆さん、ぜひともメールお待ちしておりますので、よろしくお願いします。さあ、そして、はい、まあ、そういうクイズだったりとか、ね、トークには欠かせない要素、うん、お笑いですよね。はい、はい、ということで、はい、こちらの2人、ラバーガールのお二人、はい、すごい、ゲストでお呼びいたしますので、楽しみですね。楽しみですね。なんだろう、なんかすごい見られる、まあいいや、あのちょっと壁の奥から、はいはい、うちの上司がすごい目で見てたので、何なんだろう、しょうがないんじゃないですか、やっぱり。ちょっとびっくりしてしまいましたけれども、はい、まあ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 、そんなこんなで、はい、ラバガールさんお迎えして、はい、なんだろう、お笑い要素も含めた、うん、もうなんか派手などんちゃん騒ぎをもうみんなで楽しんで楽しもうという、いいちゃんと思う、そんな企画になっておりますので、はい、ぜひあのラバガールさんとも、ね、電話でできますので、はい、そうなんですね、そうです、そうです、はい、ぜひ、メールどしどし応募、はい、ください、まあ、あれなんですよ、まあ、いろんな、まあ、1日に、まあ、数件ずつ届いてるんですけど、はい、さっき見たらまだ本日メールが届いてないんですよ。あら、どうしたんでしょう。そうなんです、僕のメールアドレスに転送されるようになってるんですけど、さっき僕 あのメールアドレスのフォームを開いてみたら、うちの母親からあんた正月帰ってくんのっていうメールがあっただけなんで、公開収録来てもらったらいいじゃないですか。何を言ってるんだこいつは。帰れるわけなかろう。本当ですよ。次第なメールしか届いてなかったので、はい、ぜひ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 ご応募ください。そして、はい、最後にもう一回出しましょうかね、ドン、はい、こちら木曜日でございます。はい、ぜひ、イオンモールミッド内原一回メインコート遊びに来てほしいですね。はい、ぜひお願いします。ぜひぜひお願いします。お待ちしております。はい、じゃ
そして明日はそうですよ、ステーションもね、明日も行いますから、明日お昼は、はい、マリッジサポーターという制度を運営している方に来ていただきまして、はい、お話を伺うことになっています。マリッジサポーターですよ。そうですよ、婚活ですよ。婚活ですか。結婚を、ね、サポートしてくれる。結婚したい、いつかはしたいですね。なんかイラッとする、すぐしろじゃあ明日相談いただきます。はい、相談していただきます、はい、やってみましょう。はい、はい、ということで、あ、この後は引き、あの、毎週、ね、はい、毎週やりますからね、はいはい、ご覧ください。では引き続きキラキラ輝く夜をお過ごしください。では